ということで、ん？ちょっと待ってくださいね、台本読むのも今初めてでして今から読みますね、台本の感じを。なるほどね。なるほど、はい、なるほど、やっていきましょうか。はいそもそもこのね、待って、変なフィルターを使うんだけど、びっくりしちゃう。ファンの人からのプレゼントやで。いらないんだけど、そんなおっさんエフェクトなんて。おっさんって、ありがとうございますありがたいですもんね、ギフトありがとうございます。皆さんすごい花火打ち上げてくれたり、すごい。ちょっとあ、コメントも読まなきゃね。おじりん、こんばんは、ありがとうございます。れいちゃん、はーい、にゃー、おしやで、ありがとうございます。れいちゃんって言ってた。はい、れいちゃんとしおりちゃんがいます。しおりんなんかすごいこれ喋ってる暇なくないですか、こんなずっとこの配信のこの画面が激しすぎて。すごくない？今舞妓さんみたいになった。すごいですな、17ライブさんは。そうと、あの今回のその3 days ライブがこの17ライブさんにて無料配信をしてもらうことが決定したんですよね。すごいありがたいなと思います。ちょっとあなたたち、ちょっと音量でかすぎてちょっと音漏れしてるわよ。嘘、私じゃないよ、あなただね。音漏れしてるからやめて。エアコッツつけてるけど意味、電気ついて、音漏れ気をつけてよ。はい、ってな感じで、すごいプライベートな感じで申し訳ないんですけど今日ちなみに、もうリハーサルをもちろん当たり前ですけどしてきまして、自分は出演するここになる天使はいる公演もちろんなんですけど、新選組の10日にある新選組の方はいろいろと、プロデュースという形で参加させてもらってるので、昼夜見てきました。ほぼ同じセットリストなんですけど、昼も夜も全然違ったライブになっていて、すごく面白いので、なんかメンバー違うだけで同じセットリストでもこんなに変わるんだなっていうのがそうより感じられるので、ぜひどっちも見てほしいですね。どっちかじゃなくて見てほしいなって思います。今日リハーサル見てて、なんかめっちゃメンバーの変化、今までの成長とかももちろん見れましたし、リハーサルからもうバッチバチにやってくれたのですごかったです。これコメント読む暇もないくらいすごい、本当にこれさ、すごい、どこにコメントが、あ、これコメントだけ見るってできないんかな、難しいですね。ちょっと変なボタンを押してなんか元に戻んなかったやつし、なんかついた、さくらんぼ、さくらみたいな、固まった？嘘。あれしようと思ったんだ。充電しながらしないとですよね。ちょっと1時間と結構長い時間の配信なので、ちょっとお知らせします。すごいね。本当に昼より全然違って面白いですよ。面白いし。ちょっとでもな、なんかネタバレになっちゃうと、なんか言えないことが多すぎるな、ちょっと。
まあ、私らしいセットリストにかなりなってると思います。私が好きそうだなっていう感じ。お充電されない。私が好きそうな感じ、わかるかな。ボタン押した。あ、来た、できた。感じ、感じにめっちゃゆるいえ、こんな感じじゃないんですか。みんなちゃんとみんな喋ってる感じ。ずっとほっぺピンクにしてくれてる、ありがとうございます。すごい。でもなんか結構リアルタイムにコメントも流れてくるし、セットリストもね、はい、本当に新選組メンバーだからこそできる内容にはなってますし、なんか自分的にこの並びが好きだったり、この並びが好きだなというメンバーもとか、そういうのとかも、はい、考えながらやってるので、新しい感じを楽しんでもらえたらと思います。ぜひぜひ明日も、そうですね、もう最ここはずっとずっとリハ期間です。ずっとリハしてました。今日もここてんもやっぱ久しぶりなのですっごい楽しくって、そうありがとうございます。なんか爆発してる、顔が爆発してるよ本当に。初めてここで見れる、おー、もうすっごいやっぱりいい公演なんだなって改めて感じます。もうリハ中からめちゃくちゃ楽しくて最高に楽しいです。なんか今までね、何度もここ展は公演でもしてきましたし、自分はカトレア組でもやっていたのであれですけど、また違った雰囲気で、全然違って全然違ってめちゃくちゃいいので、楽しんでください。そう、初めてここ展に出るメンバーも割と結構多くて、それこそドラさん6期7期で入ってくれてる子はもちろんですけど、渚さんだったりアンチさん、みゆきさんとかも初めてで、また全然違ってかりんちゃんのお顔見たい、ありがとう。エフェクトで顔が、そうね、でもありがとうございます。可愛いのにしてくれました。次は、あ、なんか、あ、すごい、うさぎ猫ぴょんぴょんだって、猫ぴょんぴょんってすごいねこれ面白いですね、勝手につけられるのめちゃくちゃ面白いですね面白ね。グッズの発表もありましたね。もうチェックしてくれましたか、グッズ。やっぱここてんの衣装は可愛いですね。ここてん衣装の全部の衣装のグッズが欲しいくらい、本当にね、可愛くて。ショートのここてん衣装いいねって、ありがとうございます。ここてん衣装のかいちゃん好き、ありがとう。ありがとうございます。髪色もそう、ちゃんとあのライブ前に行けたので、ちゃんと明るい状態で今回は出ますよ。
あ、リーダーに選んだ理由か。なるほど。あれですね、新選組で社員の方がケイトで一番隊がハルちゃんなんですけど、ケイトはもう言わずともやってくれてたので何も言わなかったです。逆に、はい、もう何も言う前からケイトが会議、打ち合わせ会議みたいなしてた時にケイトが率先して、あ、すごい、え、ペンライト揺れてる、ありがとうございます。そう、もうやってくれてたので、まあここはもう任せようと思って任せてて、一番隊の方は言ってあげた方がいいかなじゃないですけど、やってほしいなって思ったのではるちゃんにしてもらいました。すごいですよ、2人のね、キャプテンのリーダーの感じも全然違って、そう、やっぱいろんなリーダーがいていいんだなって思いますね、改めて。やっぱなかなかドラさんが一番上になるので、自分が一番上だったらじゃあ自分リーダーしますって言いやすいと思うけど、ちょっとね、下なだけでやっぱ言いにくかったりもすると思うので、でもやっぱ社員の方はケイトはもちろんですけど、ユイナとかアミルンとかもめちゃくちゃ指示を出してくれる子たちなので、今日リハ見ててもそう、みんなでやってる感じがあってすごくいいなって思いました。声出しをする子が多いですね、未来とかもそうだし、うん、わ、次はネズミです。ハリネズミ、何これ、目が乾燥する。うん、ナンバトルで本当に変わりましたね。リーダーをするってすごく本当にいいことだなって思いました。リーダーした子は本当に意識というか見える範囲がやっぱ広がるんでしょうね。任せるってことが大事だなって思います、本当に。じゃあちょっとなんか企画があるので、カウントダウン配信最初のコーナーはこちら急に台本に沿っていきます。1位はどれ、勝手にランキング。こちらのコーナーではテーマごとに与えられた3つのものを私の独断と偏見でランキングしていくコーナーです。皆さんとワイワイしながらランキング付けしていければなと思います。なるほど、テーマ、なんか皆さんテーマありますか。ランキングつけます。ん？どういうこと？ん？なるほどね、なるほど。何かテーマありますか。テーマに沿って3つ選びます。どうしようかな。うわ、なんかすごい、うわ、いやん、違う、間違ってる、なんで？チュッチュッてしてたよ今、2人が。あ、チュッ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 って仕返さないと。何それ？へえじゃないよ。へえじゃないよ。なんかれいちゃん言ってますけど。れいちゃん本当。はい。じゃあランキングです、ランキング。ランキングするんだった。どうしようかな。ちょっと待ってください、皆さん落ち着いてください。ちょっといった、小島が追いついていません、小島が追いついていません、皆さんのそのペースに、速さに。お目が、ちょっと待って、ちょっとどうしよう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 、ちょっと待って、大変これ読むのも大変よ。え、
あ、プロデュースしたいメンバーランキング、あ、これにしよう。わ、でもランキングみんなしたいもんな一番ダメな、一番ダメ。なんかでもミルさん言ってましたね、なんか写真撮りたいメンバーみたいに言ってたもんね。ちょっと違うのにしよう。あ、お気に入りの衣装ランキング、はい、これにします。お気に入りの衣装ランキング、うわー、ちょっと待ってくださいね。これはね難しいんですよ。本当にただ衣装が好きなのと思い入れのある衣装っていうのの違いがありますよね。思い出があってこの衣装にすごい、この衣装がすごい好きっていうのと、ただ単純に可愛い好きっていうのとね、違うんですけど、両方とも、あ、なるほど。じゃあ本当に単純にただ好き、可愛い衣装っていうランキングでいくと、シングルでいきますね。シングルだったら3位が高嶺のリンゴ、2位天神姫、1位しだれ柳です。が好きです。高嶺のリンゴはなんかずっと好きで、ずっと着てみたいって思ってた衣装ですね。で2位の、あ、2位天神姫って言いましたね。天神姫はめっちゃ好きですね。そう、なんか総選挙、衣装総選挙みたいなした時も天神姫着れてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。でも天神姫の衣装で天神姫を踊ったことはないので、やってみたいなって思います。そう、ドレスみたいな黒の大人っぽい衣装ですね。花柄で、よく見たらやっぱデザインとかもすごく細かくて可愛くて好きです。で1はしだれ柳、もう圧倒的です。もうしだれ柳めちゃくちゃ好き。衣装お気に入りで、自分の衣装がすごくお気に入りです。皆さんもでもね、しだれ柳すごいいいって言ってくれるね、いいですよね。じゃあ思い入れの衣装バージョン、思い入れでいくと3位もまでないかもしれないな。でも3位は僕らのユリイカの衣装です。なんかユリイカってあの青黄色の衣装のイメージめちゃくちゃないですか。なんか歌番組とかめちゃくちゃ見てたなって思って、あの曲でユリイカ踊ってほしいなって思いますね。で2位が黒コート、わかりますか、黒いコート。歌番組で絶滅黒髪少女を歌った時に着させてもらった、あの時が初めてあのために作ってもらった衣装だったんですけど、あの黒のコートの衣装で1位が僕泣きです。僕泣きの衣装好きですよ。でもなんか今着たらすごいなんかあの頃の自分と全然変わってる気がしますね、今着たら。またでも全然着てないですよね、もう最近は。そう、思い入れが強いですね。って感じですかね。合ってる？
いい感じどうでしょうか。ダンサブルの衣装はあのね、優しさの稲妻でもなくでもなくとか言ったらあれですけど、でもなく、あの衣装が好きです。黒の自分たちで集めた衣装なんですけどって言ってる衣装わかります。黒白のなんかチェッカーの衣装、あの衣装が私はお気に入りです。コートみたいなのになんか短パンとインナーでやってるやつ、あれはお気に入り。踊りにくいけど踊りにくいです。自分でかき集めといてなんなんですけど、結構ここに巻いてるベルトが結構重くて落ちてきちゃうので、めっちゃあの縫ってもらってます。実はテレビつけたままやってたね、そういえばテレビつけっぱでやってた。大丈夫かな。ね、テレビの音、耳よく聞いたら聞こえますよね。ちょ、消しとこうね。目撃者公演の思い出の衣装。目撃者公演、あ、でもアンコールの衣装すごい好きでした。目撃者公演の制服の衣装好きですね。あれ、あ、すごいかわいい。あ、行っちゃった。やってみたい公演はリセット公演です。ずっとやってみたい、やってみたいというかやったことあるんですけど、もう一回やりたい。洗濯機回してますはい、回してます。しほりちゃんとれいちゃんと3人でユニットするなら何、うん、読んだ読んでない読んでない、うんと、うんと、うんと、誘惑のがあったうわ、すごいチューされた。はい、くれました。皆さんおめでとうございます誘惑のガータ、誘惑だよ。誘惑のガータなんかしたらイーラの独り勝ちしちゃうからやめとこ、これはやめとこ、これはやめとこ。違う、3人のユニットで何なんやろ何があるそんなに笑ったねなんかあるかな、みんな何があるやろ。なんか面白いやつ、面白さんしてなんかちょうどいいのね。なんかさ、3人ともタイプ違いすぎた。確かに、全員違うな、そう思ったら、うん、え、まず可愛いやろ自分な男いるやろ、一人、私宝塚さんのようなあのね私何、しおいちゃんは、しおいちゃんはなんかゆるキャラ全然知らない。あ、ツンデレだって。しおりんツンデレしてほしいだって。あツンデレ、まあまあ、やってたよな。ツンデレやったことあるんじゃない。私もやったことあるよ。恋愛禁止条例とかもよくない。2人でやった、やってたやつと。よくない、恋愛禁止条例も。恋愛禁止条例は違った、ごめん。違うでしょ絶対。なんで、じゃあクリスマスローズ何やったやつ、真夏だっけ、うん、真夏のクリスマスローズ。いいの、こんなさ、ライブと違う話して。確かに全然違う話しちゃった。こんな感じで、まだいつかなんかできたらいいですねそうです、3人集まったらいつもでもこんな感じですね。はい難しいですね。なんかさ、みんなさ、ちょっとさ、ちゃんとさ、あの劇場とかさ、ちゃんと場所をやってやるやけどさ、家でやったらめちゃくちゃショールームみたいになっちゃうね。確かにねえ、いつもの感じみたいになっちゃう。同期です。まあ、いつもの感じで行こう。よし、マイプロデュース公演。お、
私、あ、次のコーナーはこちら。私ならこうするマイプロデュース公演してるし、しましたけどね今回。私だったらこの劇場公演プロデュースしてみたいというアイデア、まあしてるんですよね。そうですね。まあでも今回コンサートをプロデュースするのは初めてだったんですよ。なのですごい難しかったんですけど、まあでも改めて思いました。自分の好きな感じってこんな感じなんだなっていうのがすごい分かりましたね。なので自分がプロデュースするのはもう結構何度もさせてもらったので、してもらう側になりたいですね。はい、何倍復活してっていうのもね、すごい、そんな声をいただけるとは本当に始まった頃には思ってもいませんでした。嬉しいです、ありがとうございます。あ、本当はここに買わなきゃいけない感じのやつじゃない？今の。すごい思いましたね。ちょっと一回いいですか、仕事に置いて。ね、人にプロデュースしてもらいたい。一回あかりさんにソロ公演をプロデュースしてもらったことがあって、何これ、これ何、これ、何これ、イケメン曲尽くし。おなるほど、してもらえるかな。そんな誰がプロデューサーがいい、私は誰がいいかな、こういうの。勝負マリンとか、マリンちゃんとかなんか得意な気するんだよね、そういうの。なんかすごい、すごいよ顔見えなくなったよ今。わ、すごい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 、またなんか来た。うわすごい、ハワイだって、ハワイ。忙しい忙しい忙しい、なんかすごいですね。なんかいろいろいっぱい数字がさ、なんか多くてずっと言っちゃうこれ。あ、アイピも上手そう、確かに。そういうプロデュース確かにやってもらいたい。レオ様、いやーもう本当にみんな、話し会の時もレオ様がみたいなね言ってたけど、本当にもうダメですよ、あんなのにあと意外とダメ旦那みたいな、ダメ夫みたいなのも、レオさんはちょっと好きそうな人見て、なあ急になんか来たおっさん。いやでも本当に、あ、ももかさんプロデュース本当にめちゃくちゃ勉強になりました。すごいいろいろ自分を見つめ直す機会になってね、だからまたどんどんいろいろやっていきたいですね。メンバーがね、こうやってたくさんプロデュースさせてもらえる機会ももらえるのも本当にありがたいことです。むちゃくちゃ、むちゃくせ公演またやってほしいね。え、私むちゃくせ公演っていうのがすごい言えなくて、演じの時にむちゃくそ公演って言っちゃいました。すいません、ほんとむちゃくそって言っちゃった。わあ、ももかさんとお話ししましたね。はい、なんか今だからお話できますけど、本当にできなかったので、なんかゆうみさんとかが私たちはもうずっとゆうみさんが先輩の姿しか見てないので、ももかさんと喋ってたりするとすごく後輩のゆうみさんですごい可愛かったです。
ょっとプロデュース公演とかは、まあ、たくさんさせてもらってるのであれですけど、次はあの写真プロデュース、写真とかの方のプロデュースとかもしてみたいなって思いました。写真集の一回やったことはあるんですけど、できなかったメンバーも多いのでしたいですね。そう、水着の写真集、 NMB の水着だけの写真集、最高じゃないですか。本当に NMB48 にはもう何年経っても需要、水着グラビアの需要のある子が本当にたくさんいて、まだまだ眠ってます。ちなみに皆さんもう気づいてると思うけど、私はバカニャが楽しみですよ。見ましたか、あのミルさんがさプロデュースしてくれたさシュープレ、あそうシュープレさんのやつ、バカニャ最高ですね。小畑もそうだけど、あミオンも良かった、ミオンめちゃくちゃ良かった。もうまだもう最高いっぱいいるじゃんってなってきて、フーアも見たいよね、わかる。なのでそう、あのみんながさ一列でさ写真撮った BLT さんか、うん、BLT さんのみんいっぱいのみんなたくさんの人数で水着をしてるのを見て、もっと見たいって思ったんですよ。なんかさ、ねね、うん、今思ったけどさ、うん、大中小でさ、うん、何の大中小君身長とかじゃないよね、その大中小の言い方がさ、さ それで区切ってなんかそのジャンルでもいいな、それもいいだってそれがさ大中小で好きな人が多分いるやんきっと。なるほどね。もう大がもう好きですっていう人もいるのさ、中小もうあの極小、あのほんと小私って言いたいでしょ、私みたいな、ね、いるから、はいはいはい、ちっぱいちっぱいおっぱいもう今大中小でさあ包み隠してあげてたのにいつもこんなんです、本当に申し訳ない。大中小揃ってるやん。おいやめろおいやめろ、大代表と中代表と小代表がいますけど、ありありなんかありそうだよ、みんなの感じは、皆さんの反応的にはいやでもね本当に見たいですよね、そういうのもねそうでも水着、女の子が水着着てるのめっちゃ可愛いなって本当に思って、そう、あとやっぱ夏がいいですね、夏に海とかで、そうっていうのをやってみたいなっていうふうに思ってます。誕生日あともうちょっとなんです。そう1週間なんです。早い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 、26歳おめでとう。早い早い、進みすぎ進みすぎ進みすぎよ、22歳です、あと1週間、早いよ、びっくりしちゃう。当日なんかあった、あ、当日なんかありましたよ、なんだったかな、あ、違うか、なんかあったけど忘れちゃった。かりんちゃんみたいなお姉ちゃんが欲しかったですだって弟よ、弟がいるので私は。あ、すごい、あ、誕生日のやつだ、ありがとうございます、お祝いしてくれた、もう早く早くも、弟と仲良し、でもね会えてないんですよ本当に、今年まだ1回も、多分そう、なんかなんだかんだで会えずで半年経っちゃったけど、あそう、若菜と同じ誕生日です、そうなんですよ。あもう36分じゃん。お、最後のコーナーこちら、いろんなお話をしよう17トーク、17個のトークテーマの中から好きなテーマを選んで皆さんとフリートークしていく企画です。お、いっぱいあるトークテーマ、どうしようかな。じゃあ1から17で皆さんの好きな数字を教えてください。なんか12が多いな、12、いやだ絶対12以外
12はちなみに私なりの滑らない話でした。もう知ってたんですか皆さん。早っ、早速12が多かったもんね今。パッ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 、あ、誕生日の16を、ナンバトルでの公演やチームとの思い出。おー、なるほど。ナンバトル、いやもう懐かしいですよね。なんかあんなバチバチやってたのもすごく今にはなんか懐かしく感じますけど、なんだろう、チームの思い出はいっぱいありますけどね、なんだかんだで。でもやっぱ公演回数がすごく少なくってなかなかできていないっていうのがちょっと寂しいんですけど、どのチームもみんなね、もう今6、7チームとかが、6チームか、6チームとかでやっぱやってるから、なかなか頻度がね、なくて、少なくて、それが寂しいけど、まあその分すごい一回一回がすごくより大切に感じられるので、すっごい楽しいです。コイラブ公演、なんかチーム B2、 小島チーム B2 になった時もそうだったんですけど、結構ずっと加入してから NMB 加入してから可愛い曲をやる機会が本当に少なくって、元気な曲とかの方がやったことがなかったんですよ。でずっとどちらかというと、まあ、目撃者公演とかも出てたので、ずっとね、だからなんか B2 の時とかに元気な曲、可愛い曲が多くて戸惑った自分もいたんですけど、コイラブ公演も割とすごいキュンマートらしくて、なんか可愛い曲が多いので、なんかね、小島かりん、こんな小島かりんもあるんだっていうのが見てもらえる感じがします。楽しい。7、8変化っていうのもちょっとテーマっぽくしてて、自分たちの中で8人いるじゃないですか。8人が全員センターに立てるので、8個の違った自分たちみたいなのもあるので、本当に結構自分もプロデュース公演とかコンサート今回考えてても思いましたけど、曲順とか考えるときに似たような曲でつなげてったりとか、こうテンションで曲を決めることが多いけど、コイラブ公演決めた時はそういうことよりも、よくある流れっていうよりもその子っぽい曲を選んでるので、なんかガラッと変わることがすごく多くて面白いです。やってて曲と曲の間の変わり具合が全然違うと思うので、でもなんか可愛いも楽しいもかっこいいも大人っぽいもセクシーも割と全部何でもある感じがするので、楽しんでもらえます、もらえると思います。スクラップ&ビルドめっちゃ好き、私も本当に。イビサガール好き、わかる。私もイビサガール好きです。でもなんか久しぶりにやった感じしますけどね、コイラブ公演で。あんましなくないですか、意外とね。なんか言ってます。どの曲の何かは言えんけど、だけださんかわいい歌声がかわいいですって、なんか言ってます。以上です。今レイちゃんとしゅいちゃんは今日のリハ映像を真剣に見て反省会をしています。それぞれ自分の、かわいい何回もないでしょ。あんた自分のこと見なさい、そんな人のことばっか見てないで。あ、もう一回おもろい。全然反省してないですわ。全然反省会とかじゃなかった。なぎささん鑑賞会してますわ、一人で。反省会
鑑賞会してるね。はい、って感じですね。もうちょっと喋れますね。じゃあもう一個テーマいきます。1から17で好きな番号教えてください。あ、すごい、なんか、あ、誕生日の贈り物ってありがとうございます。さあ次は、本当に12が多いけど12以外がいいから、じゃあパッて目開いた時に目入っ、あ、8 一番面白いなと思うメンバー、アンジュアンジュが好きです。めちゃくちゃ好きです。面白いというか、面白いアンジュは、わかる？もう本当に見てたらめっちゃわかります。あんなに天然な人本当に会ったことないかも。なんかあそこまで天然よね。なんか本当にアンジュって本当にもうあのままなんですよ。本当にみんな NMB のメンバー本当みんなこのままなんですけど、でもアンジュは本当になんか、なんか本当に面白いぐらい、アンジュ見てたらね、そう楽しくなる。そう、すいません、全部これね、全部すいません、お疲れ様です、はい、すいませんみたいな感じで真似したくなっちゃうよね。なんかすごく謙虚です。謙虚だし、そう、でも今回ココテンと新選組とって出演してるのがアンジュとマイティで、本当に大変だと思うんですけど、本当によくよく頑張ってます。本当にアンジュは面白い。どん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 出てきてほしいですね。そのまんまの状態、もうそのまんまでいいから楽しみです。めちゃくちゃ楽しみにしてますって感じですかね。はい、でした。もう一個いける、もう一個いきます。はい、どん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 、じゃあ目開けた時にパッて目に入ったのにしますね。あ、ちょっと待って通り過ぎちゃった。せーの、12じゃない、せーの5。今 NMB48 で NMB48 で一番チャレンジしてみたいこと、今一番してみたいこと何ですかね。チャレンジ、なんだろう、なんでしょう、なんだろう、あ、富士山まあでも一回ちょっとね、やっぱ一期生さんがやられてきたことを気づくためにもやるのありかなと思いますけど、あ、運動会とかしたいですね。 NMB の運動会とか野外ライブもしたい、野外ライブしたい、出張もしたい、ツアーしたい、キャンプもしたい、陸上もしたいいっぱいしたいことありますよ本当に。あ、女性限定公演、確かに最近してないですもんね。あ、でも私あれして、あの今回のCD とかの特典とかもあれですけど、特典映像でなんか昔はよくあれしてたじゃないですか、絶対できないことなんですけども、あの水泳大会みたいなしてたじゃないですか、ああいうの見たいですね。なんかいろいろしたいですよ、したいこといっぱいある。全国ツアーしたいですね、本当にずっとオンラインなのでね。
新喜劇もねやりたいですよ。アイドルフェスしたい。夏はねやっぱ野外ライブしないと夏を感じられないのでしたいですよ。フェス出るの？え？そうなんですか？知らなかった。野外あるんですか？え？ NMB フェス出るんですか？そうなんですか？9月にフェスあるんですか？知らなかったんですけど。え？え？万博でやるって、あ、なんかまとめサイトで見た。まとめサイト言うな。なんか見ました。吉本さん、吉本のフェスだって。あ、去年も出させてもらって。この、あ。去年、一昨年かな、一昨年か、大阪パフェみたいなやつかな、みたいなやつのなんかまた違うやつかな。次の日にさやかさん、あ、見ました。あれか、あれ、そっか、野外フェスなのか。楽しみ。いや、でも多いんですよ、私たち。自分たちが知らないこと多いですよ、本当に。ファンの方の方が先に知ってるってことは割とたくさんあります。全然あります。お、あともう10分です。まだまだまだ、もう一個いけるな。もう一個いきましょう。じゃあさあ、数字教えてください。18ないね。ないね、姉ちゃん。ないね。20も17までだから。100ないね、ないね、ないね。ボケやん。なんかボケてます一人で。12ないって。12滑らない話、滑らない。え、これしたことあると思うね。もうほんとに、え、ジョニー・シレイが。ほんまやばい、ほんとにやばい。話したことあったらすいません。ある。まあ2人には絶対話してる。これはめちゃくちゃ話してきました、今までいっぱいいろんな人に。じゃあ話しますね。え、マジ？めっちゃおもろいね。いや、びっくり。そうなんや。本当悪いですよね。本当に悪いこの人たち。本当にボケやんも言えてないから、なんか物食べてるから。滑らんなって。悪いわ、ほんと悪い人たち。言ったことあると思う、ほんとすいません。体調が悪くて、自分がんで、病院に行くことになったんですよ。でその時に近重さんも体調がちょっとあんまよろしくなくて、じゃあ2人で病院に行こうってことになって、近重さんと2人で病院に行ったんですよ。それで近重さんが先に病院に入って審査してもらって、診察してもらって、でその後に私がその後診察に行ったんですよ。そしたら近重さんと同じ、全く同じ症状だったんですね、結果が。そう、そしたらすごくおじいちゃんの先生だったんですけど、そのおじいちゃんが、あ、さっきの人と一緒みたいな言われて、あ、そうですみたいな言ったら、彼氏かって言われて、自分がもう僕なんか疲れ切ってたから、はいって言っちゃって、え、聞いてないんだけど二人とも、そう、彼氏かって言われて、あ、はいって言っちゃって、その後でえってなってっていう話でした。はい、おじいちゃんには近重さんと自分が同じぐらいの年齢に見えたのかっていうことにすごくショックを受けました。近重さんが若く見えたんがどっちかやんな。どっちかか、どっちなんだろうね。でも私も大人っぽく見られるので。近重さんって何歳なんだろうね、わかんないよねっていう。面白かった、滑らなかった、よかったです、よかった。いや、もう全然コロナ期間より全然、もう2年前とかの話なんですよ、これは。結構前のお話で、ずっと貯めてました。そう、めちゃくちゃ前で。そう、でも単純に近重さんとはお仕事が一緒で、そう、なん
かひよこの、だからひよこの大群みたいにさ、単純に同じ人から同じ仕事、そう、なんかそこまっちゃったら生きないからね、あれです、インフルってやつです、そうになっちゃってっていう話でした。そう、面白いね、流すためにピカピカトイレスタンプめっちゃ現実的な家庭的な、そんな何個も買ってしおいちゃんのカバンからいいだね、あ、れいちゃんのそう、やっぱねこういう話をやっぱちゃんと持っとかないといけないですね、こう振られた時用にね。もう一個なくなったね、一個なくなったわ、なんかあるかな、他そう、いっぱい書いておきます。チカボヨってケイチ好きやったよね、だって。あ、そうなんだ。でも写真集とか絶対置いてあるもんな、間違いなく。あと、ももかさんのことも大好きなんですよ。それで、ももかさん卒業されたとき、もう本当にもうなんか、もうこの世の終わりみたいな感じでした、チカチキさん。ずっとももかさんのこと、そう。だから久しぶりにこの間会えてめっちゃ嬉しそうで、なんか近重さんってめちゃくちゃお仕事すごい遅いんですよ、ノロノロしてらっしゃるんですけど、桃香さんのプロデュース会の時めちゃくちゃ張り切って仕事してましたそう、てかこんなさ、マネージャーさんの話が通用するのがすごいですよね、本当にいう感じです。桃香さんいじってました、ちゃんと、これでも早いのみたいな、桃香さんに近重さんめっちゃ気合入ってますよみたいな言ったら、これでみたいな言ってましたけど、そう、愉快ですよ楽屋は、ね、みんな楽屋はいつだって愉快ですっていう感じです。さあそろそろ終わりの時間が近づいてきました。めちゃくちゃすごい、みんなもう知ってるんだ、すごいな。あ、告知ですね、告知をしていきますよ。もう皆さんご存知だとは思いますけれども、情報のおさらいでございます。7月9日10日11日に明日からですね、ネビーポテトのコンサートゼップ大阪ベイサイドで開催します。金曜日、明日は白間みるさんの、ソロコンサート2021ゼップでもみるみるというコンサートが行われるんですけど、18時からになります。なので、この17ライブさんで無料で見ていただけることになっていますので、アーカイブの配信もあるのかな、そうあります。なので、お仕事だよとか用事があって見れないよという方は後ほど見てもらえると思います。そして土曜日13時から NMB48 新選組太陽の陣、これなんて読むんだろう、炎天下で走り続けろ。そして18時から新選組ナンバー一番隊御用改めであるという、社員とナンバー一番隊のチームに分かれた、ライブになっています。セットリストはほぼ一緒なんですけど、メンバーが考えた部分ももちろんあったりだとか、それぞれのやりたい、演出とかも意見を聞いて取り入れたりとかしながら作り上げている声になります。これは私が、少し関わらせてもらっていますので、はい、絶対にご覧ください私のファンの皆さん絶対にご覧ください。これも、この17ライブで見ていただけます。もう本当にな、もうドラサンドッキーはもちろん7期生の成長をすごく感じるんじゃないかなと思います。そして最終日、日曜日は1時からと18時から NMB48 ここになる選手はいる子は2021が開催されます。少しメンバーのチェンジもありますし、はい、昼夜と2公演続くことになっています。本当に久しぶりのここ展なんですけど、やっぱりこの公演が最高だと改めては感じてもらえるんじゃないかなと思いますし、
今の NMB48 がここでもやるとこうなるんだなっていう、なんか今までにない新しい感情にも自分もなりながらやっています。はい、なんてなんて、私なんか変なこと言った？メンバーも変わりますよって、昼夜、そうそう昼夜で変わりますよっていうことですね。メンバーの人事って言ったって、分からんな、言った記憶がございません。記憶にございません。すいません。チェンジが人事に、あ、チェンジが人事に聞こえたのか、メンバーがチェンジします、はい、っていう感じで明日からですね。ちょっと自分はまだ感覚がないです、もうすぐなんだっていう感じがしますけれども、はい、ぜひぜひ 1,2,3,4,5 公演ありますので、全部合わせたら、でも全部違うので、生のライブを楽しんでもらえたらと思います。会場に来れない方もね、この17ライブさんでぜひご覧くださいということで、あ、もう今まではきっと明日は誰々ですとかとかがあったんだと思いますけれども、ついにこれがラストになります。皆さん、あとはライブを楽しんでもらえたらと思います。たくさんギフトもありがとうございます。本当に歌舞伎エフェクトまでいただきました。にゃーんにゃーんって言った瞬間に外れました。ありがとうございます。あ、ハッピーバースデー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。あともうちょっとで1時間経ちますね。ちゃんとここに時間とかが出てるのがすごいわかりやすいし、こんな、あ、そう、遅い時間だったのに本当にありがとうございました。皆さんゆっくり寝てください。そして明日からはライブ三昧の3日間を一緒に過ごしましょう。ではではでは、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。